シーボルトミミズフェレータマシーボールディは日本産の大型ミミズで日本最大のミミズの一つと言われる。濃紺色のミミズである。シーボルトミミズは西日本の山林に生息するミミズで体が大きく青紫色の光沢を持つ。また地表に出てくることがよくあるため人目を引くものである。名前はフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが持ち帰った標本によって 記載されたことにちなむ。大きくて目立つため、各地で方言名も存在する。うなぎ釣りの餌に使われることもある。日本におけるミミズの最大種の一つであり、体長は時に40センチメートルにも達する。体長は247から280ミ、mm、リメートルで、体幅14から15ミリメートル、大切の数は135から152に達する。 生きているときは脳根色をしており、ホルマリン固定すると千灰色になる。受精脳は第6節から9節までの石管に3体あるが、その開口は小さい。肝体は第14から16節にあたり、14節の覆面中央に姿勢生殖口があるが小さい。18節覆面両端がやや膨らんで、そこに有性生殖口が開く。本種は、 日本最大のミミズの一つとされる。原木祭では体長2 7トル体の周囲3トルとあり、渡辺は体長3 0トル太さ1 5トル重量は、ただし本種を上回る大きさのミミズは知られており、奈良県と塚川村などで体長4 5の5 0トル体重5 9ムというピンク色のミミズが最終記録され、 奈良おみみずとの呼称もある。他にも類似の報告があり、本種より大きいかもしれないものが2種はあるという。ただし正式に記載されてはいない様子である。ちなみに、長さだけなら本種より大きいものははっきりしており、タジュズイミミズは、標本による記載では体長24.6センチメートルと本種より小さい。が、 この種はぶら下げたり引っ張ったりするととてもよく伸びて60センチメートル以上にもなる。日本南部の山間部に生息する。日本固有種である。中部地方異星の太平洋側に分布し、紀伊半島、四国、九州南部では比較的普通に見られるが、薬島や沖縄には見られない。山地の森林に生息する。地中に生息するが、地表に出てくることもよくある。 地上での動きは意外に素早い。生活史については寿命は卵の時期を含めて3年であるとされる。産卵は夏季に行われ、卵の状態で1年目の冬を越え、翌年初夏に新しい個体が出現し、成長して2年目の冬を越える。そして3年目に成熟個体が産卵すると、そのまま死亡する。ここで興味深いのは、同一地域では、これが、 すべての個体で同期しており、その地域の個体はすべて同じ世代に属する。つまり産卵が行われるのは毎年でなく、しかもその年の冬から、翌年の春には、わずかな例外を除いては、この種の個体が見られない時期がある。これはあまり普通のことではなく、例えばアブラゼミは6年の寿命があるが、実際には毎年出現する。これは寿命に若干の揺れがあることと、 毎年別の世代が出現することによるとされる。他方、17年ゼミは、成虫が17年をきにしか出現しない。シーボルトミミズでは、校舎のような形になっているわけである。また、季節によって大きく移動することも知られている。夏場には、尾根筋から斜面にかけて、広く散らばって生活するのに対して、それらの個体すべてが、越冬時には谷底に集まる。つまり、春には、 谷から斜面に向けて、秋には斜面から谷底に向けて移動が行われる。これに関わってか、本種が体の前半を持ち上げるようにして、斜面を次々に滑り降りる様や、林道の側溝に多数が、うじゃうじゃと集まっている様子などが、しばしば目撃され、地元の話題になることなどがある。このような現象の理由や意義は明らかにされていないが、塚本は天敵であるだろう食虫類は、 常時多量の餌を求めることから、このような修正は、この種の原存量が一定しないだけでなく、大きな空白期間を作ることになるので、この種を主要な餌として頼れない状況を作ること、また同じく天敵となるイノシシに対してはその居場所が一定しないことになるので餌採集の場所を学習することを困難にしているのではないかとほのめかしている。渡辺は、 本種が粘液を噴射する能力のあることを記している。それによると著者は京都大学和室生園リ林で本種を見つけた際に素手で掴んだところミルクのような白い液が飛び出し顔や眼鏡にかかったという。おそらくは背穴から発射されたものと思われタオルで拭った後には特に変化はなかったという。国外ではミミズにそのような能力がある例がいくつか知られ。 例えばオーストラリアの大理ナガスターシルバッティカスは、噴射ミミズの名で呼ばれ、別名を、水鉄砲ミミズと言い,い、時に粘液を六十センチメートルも飛ばすという、本種では他に聞く話ではないので、本種にその能力はあるもののいつも使うわけではないのだと思われる。和名病及び学名は、江戸時代に来日して、多くの資料を持ち帰ったフィリップ・フランツ・ホンシーボルトに、ちなむ、彼がこれを、 来電博物館に持ち帰り、それを研究したホルストが彼に懸命したものである。ただし正確な最終値は記載されていない。これは日本産のミミズに初めて学名が与えられたものである。山ミミズなどの異名も知られる。なお、目立つものであるためか各地に方言名が多く残っている。四国ではカンタロウと言われることがあちこちに記されている。和歌山県でも カンタロウと呼ばれるほか、カブラタとの故障も知られる。ありがとうございます。